アデモスコープチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。ここです。ジャニーです。はい、ということで、はい、お客様のサンセットウェイミュージックリポートです。今回はチャイチーなサイズ感ですけど、ちっちゃいですね。これレディースですね。レディースです。軽い。お、軽い。今回はサンセットベイエイジングリポート史上初の女の子が着ているバザーズのご紹介ですね。お借りしてきました。はい、よろしくお願いします。はい、それではサンセットベイエイジングリポート行ってみましょう。はい、はい。いやー、僕が販売したんです。そうなんですよ。その青山、これはですね、まあ、またかと言われたらあれなんですけど、お世話になってますゆいまるさんの、はいはいはい、女性スタッフさんね。そうだね、あそこはもうなんかうちとズブズブなんじゃねえかって皆さんなりそうだぐらい本当スタッフの皆さんみんな革ジャン買ってくれて、もう本当ありがとうとしか言いようがないんですけれども、ありがとうございます。美味しいご飯と革ジャンと。いや、そうなんですよ。ご飯食べに行ったら、うん、出してくれたんです。そうなんですね。言ってたよね。プレート2人で行ったんで。そうそうそう、うん、仕事終わった後に早期丼食べたいなって。なるほどなるほど。食べに行ったら、はい、ちょうどあるということで。なるほどね。来てない期間だしっていうことで、お貸しいただきました。 OK、 ほんじゃあ今日はゆいまるの Y ちゃん、 Y ちゃんね、はい、Y ちゃんの革ジャンについてちょっとね掘り下げていきたいと思います。そうですね、はい。まあ見るからにバザーズですけど、はい、やっぱさっき軽いって言ってたけど、うん、なんかみんな知らないと思うんですけど、はい、サンセットベイってレディースがあって、ね、バザーズとゴールウェイはレディースがあるんですよ、うん、しかも軽いっていう、まあ、女性ってねやっぱ思うより軽い方が着心地がね、うん、軽い方がいいので。そうですよね。そう、普段はねバザーズは 1.25mm の厚みの革を使用してるんですけども、レディースに関しては 0.95 から 1mm の革厚みしているんですよ、はい、なので、まあ、それも相まってこう軽さがより感じられるのかなっていう、うん、でもちゃんと仕様はね、いや、そうですね、バザーズらしい。でもこれ、はい、あれっすよね、表面多分、うん、ラナパーかなんか塗ってるよね。あ、タピールか。え、そうなんですよ。タピール、ね、ラナパって言ってた。ラナパ、うん、ラナパ塗ってるよね。あの営業が終わった後に、うん、スタッフみんなで、うん、あーさーってやるらしいですよ、うんうんうん、すごい塗ってる感じはあるよね。銀面のこう毛羽が寝てるなっていうのが。確かにね、もともとこんなツヤはないですからね。そう、もっとマットな感じですからね。そう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 、だからなんかそこにもやっぱそのちゃんと手加えてますよ感は出ますね。あ、で実際まだ多分そんなに着用期間的にどんぐらいなの？これは、まあ、買ってからは1年ぐらい経つけど。あ、もうそんな経つ？そうって言ってました。でもあの実際こう着れてる期間はまあ1シーズンくらいだから、うん、まあこの前の冬、うんうん、までだから。あ、ほんじゃあだまだそんな期間的にはそうまだ、そっか、じゃあ半年着てないかなぐらい。まあでもそういうことですね。そうだよね、ほんと数ヶ月だけっていう感じ。じゃあ、あの当時で確か Y ちゃんはまだ二十歳になってなかったんだよね、うん、そうですよね。そうだよね、19歳。すごい、初めてだったの、10代の子に革ジャンを。なかなかないですよね。え、ないでしょ、19歳の学生だよ。いや、俺なんかあれですよ、古着屋さんでもうエポレットハサミで切ったようなショットの中古買ってましたよ、うん、いいね、19の時はね、うん、そうだ、そんなかっこいい19歳で19万ね、すごいこう、並びのいい綺麗にハマりますね。19歳で19万、これね
29歳になったら29万の皮で年齢とともに値上がりしてくるそうね、ただまあまだね、エイジングは多分これからかなって。やっぱ、うん、あそこのマスターもね、うん、エイジング番長だからね。そうですね、そこを見て育ってるからみんな、ね、かっこよくなっていくっていうのは分かってるだろうからね。また来年の今頃には多分こんなものなくなってるだろうなって感じですけど、でもまあうっすらちゃんと着てるなっていう感じの雰囲気はあって、そう、これからまだまだガチガチで少しか進行を育てていける、生きがい、育てがいのあるいっちゃうのね。そうですね、なんかお気に入りポイントも伺ってまして、はいはい、恒例の、はいはいはい、でね、あ、なんかやっぱね、表現が、うん、男にはないこう捉え方っていうんですか、はいはい、なんかこうお気に入りポイントで言うと、うん、ポケットあるじゃないですか、うん、この玉縁のところ、うんうん、ここのぷっくり具合が可愛い、うん、やっぱ唇がね、ぷっくりしてる方が女の子はなんかこう憧れがあるというか、ね、ぷっくり唇は可愛いっていうのと同じなんだもんね。ここら辺とかぷっくりが可愛い、可愛い、だからさ、はい、俺たちがさ、はい、ぷっくりが可愛いは、はい、ほぼセクハラじゃん、まあ、もう言葉の、そうです、言葉だけでもちょっとキモになっちゃうけどキモがられちゃう。やっぱ19歳の女の子からしたら可愛いになっちゃうんだね。なかなかね、こう男性目線ではないこう見え方、ちょっとな、面白いな。可愛いは、可愛いは作れるってことだね。よくわかんない、わかんないまあ、だから女性が言う可愛いって結構男の人が思うかっこいいと近いことじゃないですか、うんうんうん、意外と、うん、あ、なるほどなるほど、やっぱこういうところがね、みんな共通して、うん、お気に入りポイントになるんだなと思って。なるほどね、うん、ただ捉え方が違うって、ね、そうそうそう、俺らからするとかっこいいが、彼女たちからするとかわいいね、ね、オッケーオッケー、勉強になったかわいいかわいい、俺もこれからこの男子がかわいいんですっていうちょっとやだな、それはそれはやだな。オッケーオッケー、19歳に戻ろう、19歳のそうこの話に戻ろう、戻りましょう、うん、そう、まあ、そういうエイジングのところもね、いっぱいあるんですけど、何だよ、見して見してってか、多いなね、あ、なるほどなるほど、あ、これ面白いですけど、電車でナンパされたこれ、これいいね、そう、電車でナンパされた、この話聞いた、このエピソードトークは聞いた、うん、あのね、電車で、こう、夜か夜なんか終電とか結構遅い時間に疲れ果てて座っていたら、これ対面の電車ありますね、対面ボックス席でこういたら、革ジャンを着た男の人だったっけ、男性が来て、この状態でね、この状態で声をかけられたんで、で、なんでかけられたの、これかっこいいです、かっこいいですね、みたいな、かっこいいですね、え、牛ですか、馬ですか、なるほどなるほど、革ジャンをナンパした、 Y ちゃんのこと、違う、 Y ちゃんが着てる革ジャンをナンパしたんだそうね、だからそういうこと、だから結果革ジャンを好きな人が、え、もうその人は何なの、これがサンセットベイの革ジャンと知って声かける人、いや、なんかそういう感じじゃないみたいですよ、本当に革ジャンが好きな方で、うんうん、すごいかっこいい革ジャンだってなって、うわ、もういても立ってもいられず声を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 したわけ、そうみたいな、あ、じゃあやっぱ Y ちゃんが着てるバザーズが着こなせてて、そう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 、かっこいいからってことだね、そういうことですね、なるほど、だから Y ちゃんとバザーズの勝ち取った、勝ち取ってるのか分かんないけどがこう生み出した出会いなんだね、そう、だからなんかすげえな、彼女的にはあ、これがナンパかみたいな感じだったんですけど、初ナンパね、初めてだったんですけど、その初ナンパが革ジャンからの入りだった、あ、私じゃなくてこっちみたいなちょっとだけこうなんか残念な気持ちもありながらね、感じだったらしいですよすごいね、それはね、なかなかね、レディースでこうなんて言うんですか、こういう本格的なレザージャケットですか、ライダースジャケット、うん、でもそこまで多いわけじゃないじゃないですか、
か。そう、レディースはね、やっぱりラムとか、そうですね、ちょっと柔らかめの皮っていうものを使うところが多いんですよ。ただそれをサンセットベイで一発目で、まあヘビーシープでも出したんだけど、最初はね、バザーズはホースハイドから作って、そうですね、やっぱこのサンセットベイのホースハイドといったら、ね、やはりこう皆さんもかなりこう評価をいただいているものなので、はい、そこを女の人でも味わってもらえる本物のレザージャケットっていうものをなんかこう表現するときに、はい、多分その厚みに関しては相当なんか考えて組み上げて、襟の高さも実際メンズとレディースだと結構近かったり、まあ部分部分ポケットとかももちろん当たり前なんだけど、いろんな部分がメンズとは実は異なって、ちょっと女性的に女性らしさを感じられるディテールっていうものを入れ込んではいるんですよ。本当に革ジャンって何ぞや、革ジャンって何ってなった時に、男性が好むような髪ごたえのある、はい、エイジングのかっこいい、その年だけじゃなく、うん、何十年も着れる革ジャンっていうものを女性が手を伸ばした時に、なんか買えるものって少ないなっていうの、うちの奥さんもバザーズ着てますけど、ああそうですよね、そう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 、やっぱりなんか大事にすごいしてくれるし、愛着も湧くし、古臭くなんないわけでね、立ち上げたバッグの時に買ってくれたから、いまだにやっぱこうロングスカートとかに合わせてかっこよく着てくれたりね、でやっぱ身長低いんですけど、うちの奥さんは、うんうんうん、そう、女性でもやっぱ、まあ、吉野さんみたいな身長高い人もね、着てもかっこいいですけど、ね、身長があまりない人とかも着ても可愛くなりすぎないというか、ちゃんとスパイシーな感じというかクールな雰囲気っていうのをあります、ね、そう、あの出してくれるっていうのがこのバザーのやっぱ男性だけでなく女性をも魅了するモデルなんだなと思うと、鼻高いです鼻高だでもその今こう言ったようにまさになんかそれもお気に入りなポイントらしくて、そのレディースブランドとかだとやっぱこういうしっかりしたものが少ないから、うん、育ててる感じがちゃんとこう味わえるというか、感じられるレディースのレザージャケットっていうのが、そっかそっか、気に入っていただいてるみたいですね。まあでもユイマールさんにいるから余計そういうところに多分着眼点がっていうかさ、うん、そうでしょうね、そこに楽しみを感じられるってやっぱ育っていく環境、育てていく環境っていうところはとても大事だなと思います、ね、周りがエリートに囲まれてるようなもんだから、そうだね、革ジャンエリートたちの巣だから、ね、そうですよ、営業終わりにね、みんなでまかない食べたりして、革ジャン着てまかない食べて、ね、でそれが終わったと思ったらこれみんなでラナパンやられてるんですよ、うん、それで出てくるこのツヤ感、なるほど、でもやっぱ1ミリだね、うんうんうん、このうねり具合はやっぱり 1.25 でこの多分エイジングの期間では出ない、あこのうねり具合はワンシーズンですもんね、うん、かっこいい、やっぱ綺麗だよね、あやっぱりバザーズのダブルオイルっていうものがなぜバザーズにしか使わないかっていったところがこういった部分ですっごい分かる、うん、確かにそれはありますね、本当に綺麗だな、で他にあれはお気に入りポイントですか、うん、いっぱいあるから巻いていかないと、本当です、お気に入りポイントっていうのもね、エピソードトークみたいなので、エピソードトークなのね、そう、まあ、あと学生さんなわけですよ、大学生、そう大学に行くときにも着てってくれてるみたいで、まあ、もうだから普通にこうね私服としてっていうかね、あれでおしゃれとして日常使いとしても着てくれていると、なんと授業中も着ていると、すごい、その結果学校で友達とかにも知らない人とかにも、あ、革ジャンの人だって素晴らしいね、思われてるんですってロックスターじゃん相当目立つでしょうね、いや、 やっぱりそう、なんか女の子っていうのもあるけど、やっぱそれがラムレザーとかのちょっと普通のブランドさんが出してるようなちょっと安っちいじゃないけど、ね、なんか雰囲気ではなくて、そうやっぱもうバザーズ自身が持っているオーラがあるから、そうなんです、ね、それをまとってなおかつ着慣れてくるとね、こう着こなしてくるとやっぱり他の追随を許さないというか、本当に唯一無二な雰囲気になるだろうね、だって電車でナンパされるんだもんいや本当ですよ、もうそれが答えだと思うよ本当ですよ、やっぱ革ジャンっていうのがそれだけキャラの強い
洋服であって、うん、やっぱキャラクターっていうのはすごい革ジャンっていうのは持ってるよね。そうですね。なるほど。そんなキャンパスライフを。いや本当ですよ。キャンパスライフ。なかなか聞いたことないですよ、こんな話。本当はね、大学で革ジャンの人と言われる19歳。もう今です。今20歳かな。そうだね、うん。まあでもね、やっぱシーズン中毎日、ほぼ毎日のように来てくれてたっていうだけあって、ここら辺もね、ちょっとブクブクっとしながら入ってたりとか、うん、なんかね、ぷっくりしてる中にこうパッカリングとか出てきてたりとか。不思議なんだけど、可愛く見えてるよ。でもさ、やっぱこう見た時のさ、このボタン裏のこういうとことかさ、はい、やっぱそういうのがやっぱ男臭いんだろうね。そこがやっぱかっこいいなと思うよね。あとファスナーのごつさとかさ。確かにそうですね。そこがやっぱりレディースブランドでは選ばないよね。そうですね、確かにね。このタイプはないでしょうね。やっぱそのサイジング、サイズ感とかはレディースに寄せてるけど、使ってるパーツはメンズそのものなんで、うんうんうん、だからそういったところが甘ったるくなりすぎないって、そこだよね。そういうことだ。そういう、いや、そういうことなのかね。確かにそうですね。でもなんか初めての女の子が来ている。女性もね、結構うちね来てくれている人も多いし、うん、まあアナハイムとかもね、ちなっちゃんとかもまだ22とかでしょ。あ、そうです、ね、学生だもんね。ああ、そうだ、そうですね。就活してるって言ったの。アナハイムでしょ、うん、すごいよね。やっぱあれっすね、どの時代でもいるもんっすね、こう勢いがある変態だな。変態と天才は紙一重だ。確かにそうですよね、うん、でもみんな天才だと思う、俺は。それ自分をかっこよく見せる、これが素敵だと思うところに何の躊躇もなく突っ込める人間っていうのはバカであり最高の天才であると思う。いや本当ですよね、うん、本当にそうだと思う。こんな感じでね、はい、今回は勢いのバチバチある、レディースのお客様のご紹介ですね、革ジャンのご紹介になりました。そうですね、はい。こんな感じですね、たまに女性が着ているものっていうのも公開していきたいと思いますので、はい、女性の方もね、ぜひぜひあのチャンネル登録してください。うちは本当 9.9割男性なんでね。なんか本当ずっとそうなんですよ。そりゃそうだろ。 99.8 になってました。すごいね。いないんじゃない。限りなくゼロだった。その中も多分限りなくゼロに近いところの女性フォローがこのね、Y さんとか。ありがとうございます、本当にね。これからね、ちょっといろいろ女性のものも展開していければなと思いますので、はい、ご興味がある方はぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。はい、以上ですね、サンセットベイエイジングリポートでした。それではまた、バイバイ。